韓国アイドルグループ、ホットショットがビフォー&アフターバイオのヤングブランド、ライジングスターの専属モデルに抜擢された。2014年、6人組でデビューした、ホットショットは今年初めに放送された Mnet、プロデュース101シーズン2と現在放送中の KBS にアイドル再起、ザ・ユニットを通して大きな話題を集めている。プロデュース101に出演したハソンウン、ノテヒョンは驚くべき実力で一瞬にしてグループの認知度を高めながら、ワナワンと JBJ のメンバーに合流した。この勢いで今年7月、シングル、ジェリーを発売し、ホットショットの華やかな再起を実現させた。ザ・ユニットに出演するキム・ティモテオとコヒョジョンは優れた歌唱力とパフォーマンスで観客からスーパーブートを受け、次ミッションに進出した。SM エンタテインメントの練習生時代からキム・ティモテオと友情を築いてきたテミンは、ホットショットの合格を誰よりも喜び、涙を流す姿は視聴者に感動を与えた。一方、ホットショットがモデルのライジングスターは20年間、アイドルの肌ケアを担当している肌専門家ハンギュリ代表のノウハウとハジョンウの感覚的なデザインが出会って誕生した10から20代向けのビフォー&アフターバイオヤングブランドだ。